アーロン・ネビルは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の、R、R&B シンガー。ネビル・ブラザーズのメンバーの一人として知られるが、メンバーの中では最も早くから、ソロアーティストとしても成功を収めている。ヨーデルを彷彿させる、甘い独特な美声を持つ、アイバン・ネビルの父親である、ネビル4兄弟の3番目として、ニューオーリンズに生まれた。ドリフターズ、 プラターズなどに影響を受けたアーロンは、ボーカルグループのアバロンズで2年ほど活動した後、兄のアートのホーケッツでも活動した。1960年、ミニットレコードより、オーバーユーでソロデビュー。これが、R、R&B チャートの21位を記録するヒットとなった。同レーベルでは、アラン・トゥーさんのプロデュースの下で1962年までレコーディングを重ねた。 1967年には、ミニット音源が、ルプライク・イット・ティーズとしてリリースされている。アーロンの最大のヒットとなったのは、ミニットを離れた後、パールレーベルから1966年に放った、シングルテル・イット・ライク・イット・イズであった。翌1967年、R&B チャートのトップに輝き、ポップチャートでも2位を記録している。このヒットで勢いに乗るかに見えたが、 この後パールからのヒットは続かなかった。この後アーロンは弟シリルと共にソウルマシーンを結成し活動する、傍ら、インスタント、マーキュリーなどにレコーディングをした。1977年、アート、チャールズ、シリルらと共にネビル・ブラザーズを結成し、活動を開始した。これ以降もグループでの活動と並行してソロ活動も続けている。1989年には、 リンダ・ロンシュタットのアルバムクライライク、エイリンストーム、ハウル・ライク・ザ・ウィンドに参加。このアルバムに収録された、ドンとノーマッチ、オール・マイ・ライフの2曲が、それぞれ1990年、1991年のグラミー賞ベストディオ賞を受賞した。1991年、ロンシュタットのプロデュースにより A&M レコードからの第一弾、ワーム・ユア・ハートをリリース。ーレーベルからは、 計5枚のアルバムをリリースしている。また、1992年には、ケニー・ジーのアルバムブレスレスに収録された、Even If My Heart Would Break にゲスト参加しており、この曲は同年公開の映画、ボディーガードのサウンドトラックで使用された。2005年のハリケーン・カトリーナによって、ニューオーリンズの自宅が全壊し、アーロンはナッシュビルへと避難した。 カトリーナ後のニューオーリンズの汚染された空気が、持病のズダに悪影響を与えるとの意思の判断から、アーロンはしばらくニューオーリンズに戻らなかった。その後、2008年のニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバルにおける、ネビル・ブラザーズ公演で故郷への凱旋を果たした。2013年1月、ドン・ウォズとキース・リチャーズの共同プロデュースによる、ブルーノートレコード遺跡第一弾、アルバム、 マイトゥルーストーリーを発表。ありがとうございます。